読売中高生新聞プレゼンツ実録レコメンリスナー事件簿、よっしゃ。この時間はリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件にまつわるタレコミを募集し、鬼デスクののりさんと新力者の私菅優香、そして今日はあかねも一緒に聞き込み取材をしていきます、はい。さあ、紹介した事件はですね、厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本誌に記事として掲載されるかもしれません、うん。さらにネタを紹介された方にはもれなく番組オリジナル手帳をプレゼントいたします。まあ、鬼デスクのりなんて言ってるけど、本当の今日は鬼デスクが来てくれたからね、ビシバシと鬼です。赤鬼と青鬼でいきましょう今日は。今日は青いね、洋服着てるんでね、タックですね。タックタックつうんですかそれ。タク鬼じゃ、タク鬼でお願いします。はい、今週は岐阜県ラジオネームベラマッチャさんからの情報です。この前定期試験を受けた時の出来事です。うちの学校ではテストの時、毎回名前の順に並び直して着席することになっているんですが、この前定期試験を受けた時、僕の隣の席になったクラスメイトのとある行動がひどくて、テストに全く集中できず、危うく最後の問題まで手が回らなくなるところでした。こんな経験は初めてで、この先テストのたびにこの席順になるかと思うと気が重いです。何なんだろう、ね、何だろう、すっごい気になりません？気になるよね、書いてないから。行動またうまいよ、リスナーもね。その何があったかをね、もう話聞きたいでしょう。聞きたいよね。聞きたい。でもまあ人生そういうこともあるからね。もしもししましょう。言えました。言わせようとした。ゆかのすけさんのこのもしもししましょうがもう恒例になってきてますからね。あかねちゃんももしもししたいですか？もしもししましょう。ちょっと照れてる感じがまた可愛いですね。わ、ね、かりました。それではラジオネームベラマッチャ、話を聞かせてくれ。もしもし。もしもし。こんばんは。こんばんは。さあ、大変だったってことですよね。とある行動って何？あ、ですね、あの隣の子が、うん、あのゲスト中にいびきをかいてて、そっか、前の日遅くまで試験勉強したのかな。で毎回なのこれは？はい、もう授業中とかも毎回寝てて、毎回、はい、いびきが。すごいね。これテストだよね。うん、この子は大丈夫なの、テスト？いや、もう全然ずっと寝てて、多分欠点じゃないかなっていう。だからもうなんかたまにいるじゃん、クラスでも俺って悪だから感のテストとか関係ねえしみたいな。かっこ悪い。そういう人なのこの人は？いや、本当に穏やかで。あ、でも眠たい時に寝る、食べたい時に食べるみたいな、そういう感じのタイプだから、眠たかったから寝ちゃったんだろうね。でも人に迷惑かけてますから、ね。まあでもいびきだけはさ、本人はさ寝てるからもう分かんないんだよね、かかってるって。だから いびきすごいよって言ってあげた？あ、そうなんですよ。でも本当に本人は気づいてないみたいで。あ、まあ眠い。これはでも先生とかが注意してほしい。そうだよね。先生には？いや、先生にもう言ったんですけど、うん、どうにもならなくて。そうなのか。先生が毎回いびきで、おいっつって起こしてあげなきゃいけないよ、本来はね。これでこのベラマッチャ自身が集中できないのはかわいそうだなって思っちゃうな。まあね。うん、でも案外さ、そういう、まあ、おじさんになってくるとね、その万全な状態でね、受けさせてあげたいけど、万全なことってで受けることもないっていうことも覚えてた方がいいよね。この先の人生。そう、ワンピースのゾロが言ってたけどさ、災難ってのは降りかかるもんなんですよ。結局そこでもう戦えるようにしとくっていうのが僕の中の考えですからね。まあ、この経験が逆に今後役立つ日が来るかもしれない。うん、大人はじゃあいびきがすごかったからしょうがないなで、ね、許してくんないもんね、きっとね。厳しい世界です、ね、厳しいですね。厳しいですよね。普通静まり返ったところで問題解きますからね。もう本来はね。でも一回このいびきで経験してれば、どんな試験でもいびきがないだけでやったってなるとプラスになってくるよね。めっちゃ冴えますね。冴えるよね。頭が冴える、冴える。冴えるね。そう、どうよ、そういうプラスに考えて、こういざ本番の時にはいびきはないと思うからね。うん、うん、なるほど、確かに確かに。ちなみにベラマッチャは彼女いる？まあ、あの気になる子がいる。気になる子がいる。おい、いいね。どんな子なのそれ？あのメンバーの鈴本美恵さんに似ていて。やばっ、ビッチビッチン、ね、ビッチン。驚きすぎて美人なんだ。でその子のどういうとこが好きなのよ？はい、本当にその
外見ももちろんなんですけど、うん、内面もすごい優しい子で、笑顔が素敵で。やっぱり、それは競争率高いっていうか、みんな好きな人いるんじゃない？いや結構噂で聞いてますね。やばいやばい、頑張れ、どうすればどうすればいいの？鈴本さんなんか好きなのないのかね、なんかこう。いや違う、本人じゃないのか。栗ですかね。まあ、振り？栗。あ、栗。どう、栗あげてみれば。ねえ、そっか、逆にあれか、あやねちゃんとかはどうよ。あやねちゃん？あの、まあ、すみません、今、はい、本人がいるからね、せっかくだから。あ、あかねちゃんだ、あやねちゃんじゃん。びっくりした。あかねちゃん、あかねちゃんとかはどう？もう本当に、うん、もう、もちろんあの、写真集も見ましたし。おぉ、嬉しい、ね、はい。ありがとうございます。うんうん、好き？はい、大好きです。じゃあ、一生ことなんかいいですか、うん、私も大好き。ありがとう。支配者でブワッ大丈夫か、うん、じゃあこれからもよろしくな。はい。じゃあね、バイバイ。頑張って、失礼します。頑張って。やべ、ついつい時間がなくなっちゃったからね。はい、すいません、失礼しました。このコーナーではリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件を募集中。受付メールアドレスはluko@jokr.net です。件名のところに事件簿と書いて送ってください。電話番号の記載も忘れなく。放送後には実際に読売中高生新聞で働く記者の方からの電話取材を受けた後、厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本誌に記事として掲載されるかもしれません。ネタを採用された方には漏れなく番組オリジナル手帳をプレゼント。たくさんのメールを待ってます。さらに今回取材した内容は YouTube の文化放送チャンネルでアーカイブ配信されますので、そちらもチェックしてください。